みんな、東京ディズニーランドに行かないかい？行く行く。僕はミッキーマウスに会うんだ。僕はドナルドダックに会うんだ。僕はビッグサンダーマウンテンに乗ってパレードを見て花火を見るんだ。ちょっと遠いけど、よし、出発だ。運転手さん、よろしくお願いします。みんな、起きたかい？騙して連れてきてごめん。僕の名前は、ドーナルドダック。東京ケンドーランドのマスコットキャラクターさ。この人、ダックちゃうやん。カモやん。コッテーマウスもいるよ。ミッキーマウスみたいに言わんといて。さあ、みんな、私の背中に乗って飛び立とう。今日は一日、ケンドーを楽しんでね。わーい、基本うち楽しいな、かかり稽古楽しいな、もうお別れの時間です。何、みんなまた来てね。あれ、背中にチャックあるよ。いやー、こんにちは。みんなに剣道好きになってもらおうと。やっぱり切り返し仙人か。もう帰ろう帰ろう。みんなごめん。そんなことしなくたって、もう好きだぜ剣道。一生ついていきます。百州武道具店の動画。こんにちは、百州武道具店の宇賀です。やってますか。おー、この間ある小学生の A 君の試合を見てて、これはどうしても伝えないといけないなと思って、今緊急で動画回してます。 A 君は小学6年生3級の部で個人戦のリーグ戦に出場しました。基本はできてる。面打ちも小手打ちも胴打ちもうまい。やる気もある。だけど試合になると打っていっても全然当たらない。自分から積極的に打っていくんだけど、自分から行けば行くほど全部相手に受けられて、そのまま試合時間終了。その日はリーグ戦でほとんど1本取れず、こんな内容が9試合全部続きました。頑張るほど当たらない。なんで自分だけ1本も取れない。 A 君は泣くほど辛い思いをしました。同じ経験がある今日の動画は、そんな人にこそ聞いてほしいです。マジで剣道が変わりますよ。今日のこの動画を見るだけで、打ったら1本になる時と打っても1本にならない時の違いが分かるようになります。決して小手先のテクニックの話じゃなくて、剣道の一番大事など真ん中の話です。テーマは仕掛け技というやつです。今日の話はめちゃくちゃ頭を使いますので、覚悟して聞いてください。早速ですが、今日のテーマ、仕掛け技のことを少しだけお話しします。仕掛け技って、この僕の大好きなね、剣道指導要領の中では、初心者の指導はまずこの仕掛け技から始めていくのが好ましいと書かれてるぐらい大事なこと。はい、ここで質問です。その仕掛け技って一体何ですか？今から仕掛け技クイズを出します。丸か×かで答えてください。自分からどんどん積極的に打っていくことが仕掛け技だ。答えは×です。ほとんどの人が間違ったと思います。仕掛け技が一体何なのか頭に叩き込んでください。ここにさっき A 君が試合で打っていっても当たらなかった全ての答えが詰まってます。仕掛け技とは何か、さっきのクイズの答えを言いますね。答えは剣道指導要領の73ページにあります。はい、読みます。仕掛けるということは、単に積極的に打突するということではなく、むしろ打突の前の積極的な行動、すなわち攻めに意味があると書かれてますね。しっかりと単に積極的に打突することではないって書いてるでしょ。大事なのは仕掛け技、線の技って言ったりするけど、これは打つ前に攻めとか攻め勝つっていう状態があるって言ってます。分かりやすく言うと、打つ前にね、攻め勝つがあれば仕掛け技、そして攻め勝つっていうのがなければただ自分勝手に打っていってるだけ、こういうことなんです。実はね、この打つ前に攻め勝つという状態を作ることで、相手の心が乱れて隙ができるんです。その自分で作った隙を積極的に打っていくから一本が取れるようになるんです。これが仕掛け技なんです。百州武道具店の動画。ではもう少し話を進めて、攻め勝つを世界一わかりやすく説明します。打つ前の攻め勝つがちょっとわかりにくいっていう人はね、言葉を変えます。攻め勝つっていうのは打つ前の準備のことだと思ってください。準備だったらなんとなくイメージできるよね。この打つ前の準備があるかないかで攻め勝てるかどうか決まってきます。
って言うと、え、準備でしょ、いつも構えてやーって言ってるよって思うと思います。え、厳しいことを言うようですけども、はい、構えてやーっていうのは準備のうちには入りません。なんでって思うかもしれませんが、これから話す打つ前の3つの具体的な準備のやり方を聞けば、構えてやーだとダメな理由がわかると思います。これから具体的にどうやって攻め勝つための準備をするか、これを説明します。打つ前の準備、実は3つの準備が必要です。準備1は姿勢と構え、足さばき、竹刀の握り方、こういったことですね。で、準備の2は大きな声、そして準備の3は自分から先にかかっていく気持ち、この3つなんです。細かいことを話しする前に、大事なことっていうのは必ずこの3つの準備が全部必要だってことなんですよ。なぜならこの3つの準備が全部揃うと、あなたは攻め勝ってるっていう状態ですね。つまり相手から見てやべえやつに進化することができるんです。打つ前に完璧に準備をしてやべえやつになると、相手はね、何をしてくるのか怖くなって心が乱れるんです。怖い、じっとしてらんない、手元が上がる下がる、そこを打つのが攻め勝ってからの仕掛け技なんです。だから1つかけてもダメ、必ず3つとも準備が全部必要です。でもほとんどの人が打つ前に準備をすることなく、やべえやつになることなく、なんとなくぬるーっとやーめんやーめんって打っていってるんです。もったいない。じゃあ3つの準備をね、それぞれ簡単に説明すると、まず準備1は姿勢と構え、あとはいつでも打てる体重バランス、竹刀の握り方、これはいつもね先生に言われてることだと思います。準備の2つ目は大きい声、相手がびっくりするぐらいの大きい声を腹の底から出すこと、これは充実した気声って言います。これもね先生に言われてるかもしれないですね。で、準備の3番目、自分からかかっていく気持ちになること、これがとにかく大事。相手よりも 0.1 秒でも先に動き出す意識、足で攻める、右足を出す、ちょっとね一つだけ勘違いしてほしくないのは、すぐ打てって意味じゃないです。打たなくていいです。打たなくていいから、攻める気持ち、攻める気持ちになるだけ。前に出る時も下がる時も攻める気持ちを作っておいてください。よくあるのが、準備の1、姿勢と準備の2の大きな声はできてる、でも準備の3の線を取る気持ちがないって人が多いんですね。そういう人はいわゆる待って打つっていう状態になってるんですね。そういう人はね、全然怖くないんです。やべえやつになりきれてない。1と2だけじゃダメ、必ず3つ必要です。全部作って相手にとってやべえやつになると、これが攻め勝つの正体でした。よかったらチャレンジしてください。百州武道具店の動画、今日の動画はちょっと難しかったかもしれないですね。しかしたら聞いたことなかったかもしれないですけど、基本打ちがね、打てるようになった子がまず一番つまずくのがこの落とし穴です。みんなハマります。でも仕掛け技っていうのは剣道の長い稽古の中で、実はもうすでにね、これ対人技能っていうんだけど、応用技に入ってるんですよ。すでにあなたの剣道のレベルが上がってきてます。だから必ず大丈夫です。以上が攻め勝つための3つの準備の動画になります。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日よー。